SFE 貿易の答えです。本日のブログの内容ですけども、前回のブログでですね、中国からの商材調達という話で、行いました。で、その際出てきた話で、中国の貿易をする際に、その貿易をする手順をね、どうするかっていうのを決めているのが、HS コードナンバーというもので決まっているという話をしました。で、その HS コードナンバーっていうのは何なのかというと、中国でもですね、日本でも貿易する際に、例えば通関する際に必要な番号っていうのがあるんですよね。で、その番号が何なのかっていうのは、通関する人は、通関士の人はみんな調べて、通関申請をします。で、中国っていうのはね、皆さん、人治国家だというふうな話をしてですね、法令に従ってなくて、人の関係があれば何でもできるような話をする人もいるんですけども、実はそうじゃないんですね。貿易に関してはちゃんとルールありますって、これだけね、中国も貿易やってるんですから、それは決まりはな当たり前なんですね。で、どういうふうなね、もので調べるかっていう話をします。で、手元にね、こちら、こういう本ですね、あります。こういう分厚い本、電話帳みたいな本にね、中国廃官、爆官、私有、実用手冊っていうのがあるんですね。こういうものです。で、こういうふうな中に全部記載されてるんですね。これは中国の税関局で発行された本で、この中にいろんな商品の内容載ってます。で、いろんな番号を書いてるんですね。こういうふうなね、番号。なんかもう細かい話で。でも見るのは無理だと思うんですけども、それぞれの商品に、当てはまる項目に、それぞれいろんな番号を書いてます。で、その番号を見てですね、この商品には、例えば、証券がいるなとか、税率はどうなのかとか、というのはいろんな、例えば、関税がどうなのかとか、全部書いてます。で、それを調べて、通関を行うという形ですね。で、いろんな商品によってね、商品ごとに全て決まりがありますんで、これを調べた上でどうするか、輸出入をどうするかっていうのを検討していただきたいんですね。何も知らないでね、自分の感覚だけでやってしまうと失敗が生じるんですけども、前もってですね、このような書類、このような本の中に記載されている内容ですね、貿易会社等に尋ねていただければ、教えていただけると思いますんでね、そういうのを調べて、通関をすると。そうすれば中国貿易というのがスムーズにいくと思います。本日のブログは、HS コードナンバーとね、それをどうやって調べているのか、どんなところに記載されているのかという話をしました。以上です。